皆さんときっと意気投合されると思うんですが、この方々にワイルドスピードスカイミッション一足早く見ていただきました。そして車愛も本日は語っていただきたいと思います。ゲストお三方の登場です。まずは赤のオープンカーを愛車に持つ独特の雰囲気が人気沸騰中のこの方、スピードワゴンの小沢和弘さんです。続きまして、意外や意外にも子どもの頃から走り屋に憧れていたというこの方、マスター岡田の岡田圭介さんです。ブーン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 キーブーン出た、ありがとうございます。ブーンブーン、ありがとうございます、ありがとうございます。早くも空ぶかし、ありがとうございます。ホイールスピン状態でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。じゃあすいません、岡田さんいいですか。最後にこの方ご紹介しますよ。来ましたよ。芸能生活30周年を迎え、主演の Z アイランドも近日公開。自身のレーシングチームを監督することでも知られる日本のワイルド兄貴代表といえばこの方になります。相川翔さんです。はい、皆さん大きな拍手でお迎えください。相川翔さん。翔さん。ワイルド兄貴、こちらの方でワンポーズお願いします。皆さんワンポーズ、はい、イエーイ、やったー、お願いします、という車を愛する芸能界のこのお三方でワイルドスピードスカイミッションの本日のトークイベントを行いたいと思います。よろしくお願いします。スカイミッション、いや、お客様すいません、お写真撮れないので行かせてくださいね。本当うるさいよ、盛り上げるためですから。いや、もういいですね、非常にテンション高い。テンションもうレッドゾーン、お笑いのレッドゾーン、ウィンウィンウィン、いやいや盛り上がってんのこれ。私一切客席の方は向きませんから。いや、でも今日は本当にね、ワイルドスピードが好きで、さらに車がお好きでいらっしゃってる方々ばかりですよね。嬉しいな。いやいや本当にありがたい ね。なので今日は車愛にあふれたこのお三方にですね、ワイルドスピードの魅力を語っていただきたいと思います。はい、じゃあまずはですね、ご挨拶を一言ずつお願いできればと思いますので、相川翔さんからお願いしたいと思います。お願いします、どうも皆さんこんばんは、相川です。イエイ、お願いします。よろしくお願いします。まあ車はもう小さい頃から好きだったんですが、まあ今回のこの、ワイルドスピード、スカイミッションはちょっとびっくりしましたね、これ。いやちょっとこれ本当すごいです。いやなんか、はい、俺ね3段階ぐらいで止めて休憩したもん。もうかなりテンション上がって疲れるというか、いやいやいや、というかね、息止めてんだよね、やっぱりどっかで。そうですね、本当になんか月並みな言い方だけど手に汗握るという。いやいや、もうそれでなんかそうするとね、なんかこう前のシーンがガーッくるじゃない。はいはいはい、ね、はい、それでまたそれを思い出してだからまた入り込んで、はい、これどうなってんのっていう。いやすごい、ちょっと皆さんね、多分見終わった時に、はい、もうなんかくたくたになると思いますけど。なりますね、はい、よく自分たちラリーとかでレースやってるとくたくたになるっていう、はいはいはい、まあ、あんな感じを今日味わえるんじゃないかなって、この映画を見ると、この映画を見て、うわ、カーレースに出てるような、なんかこう映像見ながらこうなんか体感するんではないかな。なるほど、そんな作品でした。最後までどうぞごゆっくり、はい、ごゆっくりもでもないな、はい、楽しんでいってください。はい、どうもありがとうございます。さあそして増田岡田の岡田さん、はい、お願いします。いや本当にね、どうも、私お笑い界のドリフトキングと言われて、今日もですね、氷に滑らすぞと、はい、そこら中で滑っております。どうなんもうね、私の場合うまいねそれ、はい、お笑い界のドリフトキング、ね、ちょっと待ってください、今日内気な人が多いんかな。違うんです、むしろ元気な人集めました。元気だろ、そう、はい、あ、そうですか。いやでもほんま車は大好きで、この YSP ね、ずっとシリーズで見てますが。いや本当でもさ、はい、さっき下で車見たけど、はい、いいの乗ってるね。あ、
これ後ほどね、私のコーナーあります。皆さん後ほど私のコーナーで紹介したいと思いますんで、今日は存分に時間気にすることなく車の話をしたいなと。いやいやいや、気にさせていただきます、はい、あ、時間はあるんですが、でもたっぷりとちょっと車の話できるということで楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ブブ車にパピーって、これ懐かしい、これオール阪神巨人さんのネタで、方向剤のね、あったんですよ車の、はい、じゃあここでありがとうございます。スピードワゴンの小沢さんです、はい、どうもスピードワゴンの小沢です、よろしくお願いします。はい、何ですか、ちょっと声がちょっとすみません、これマイク出てます、声がすごい不安なんだけど、すみません、小沢さんの前喉が整備不良となってるんですけど大丈夫ですか。車検通ってませんね、喉機器通っております。あ、通ってますか、はいはいはい、ただ今回ですね、このワイルドスピードスカイミッション見させていただいたんですけど、ちょっと上映ね、楽しみに来てらっしゃるお客さんの前でこういうこと言うのは本当に良くないかもしれませんが、何僕はこれ映画見させてもらったことすごい後悔してるんですよ。え、ちょっと待って、どういうこと。だってこんなに素敵な映画見たらもう他の映画見れなくなりますから。甘ーい。ありがとうございます。いや、甘いじゃない、ありがとうございます。違うんじゃないの、ありがとうございます。違うんだろ、純の代わりに今日やっております。やっております。井戸田純とほとんど芸風は変わりません。ありがとうございます。そっかそっか、ハンバーグも後でお願いします。はい、どうぞ。はい、ということでどうもありがとうございます。この3人でお送りします。はい、よろしくお願いします。お願いします。